日本東京都三鷹市群れ群れは東京都三鷹市の町名。現行行政地名は群れ1丁目から群れ7丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は181-0002。市東部に位置する。武蔵野大地にあり、地域は玉川上水の流れに接している。地域の北部は井の頭に接する。西部は下連尺に接する。南部は 北の新川、は世田谷区北カラス山、東部は杉並区久我山に接する。地域の多くは住宅地である。20世紀半ばの三鷹市の人口急増期の象徴でもあった群れ団地があり、関東初の公団住宅として三鷹市でも取り上げられるが、現在は建て替えられている。飲み防災などの企業が事業所を設けている。幹線道路は瞳街道。 連着通りなどが通る。東部に東京外環自動車道が建設中となっている。鉄道は通っていないが、京王井の頭線久我山駅、三鷹台駅、井の頭公園駅、吉祥寺駅のいずれかの駅が最寄りとなる。住宅地の地価は2019年1月1日の工事地価によれば、群れ2の8の22の地点で44万5千円、平方メートルとなっている。 歴史的には北多摩郡群,群れ村であり、隣接する井の頭にも含まれる部分があった。その後、三鷹村を経て、三鷹市に編入されて、現在に至る。また、昭和20年代に発生した群れ事件の舞台として知られている。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。